向きがいいですね。寝起きじゃないよ。うん。え、動画撮ってんの？うん。今日だよってから。おはようございます。すごい、ね、見た目すごい、すごい汚い家だね。ちちん、うん、挟まった挟まった挟まった。はい、ということでね、朝ごはんです。今回は、今回はパンですね。昨日ドンキに行ったので、ね、ドンキに行った次の日はパンです。安いからりみちゃんはクリームパンで、しょうちゃんはメロンパン、あとチーズと、え、なんていうの、ヤクルト、ヤクルトもどき、そう、ヤクルトもどきっていうのはい、じゃあ食べましょう。はい、 いいですか、はい、いただきます。いただきます。はい、でもね、しーちゃんにね、黄色かね、ピンクかね、水色ね、迷ってたの、だからリミに聞かれて、どっちがいいって言われてね、水、しーちゃん一応ピンクだから水色にしたらって言って水色にした。そっか。だけどこれ一回も使ってくれない。だから冬に絶対使ってね。そうだね。はい、というわけで今日はもう夏休み、あと2日、もう今日が8月の31日、はい、で、りみちゃんはまだ宿題をやってます、はい、しかもまだ計算ドリル36ページまでやらなきゃいけないのに、36だよね、22ページ、まだ22までしか終わってません。本当にやばいです。しかもあとトウモロコシの観察もやってないし、一行日記も約1ヶ月分やってないと、絶対絶命ですね、これは。そうだよ、余裕なのですね、でもね、なぜか余裕というね、この絶対絶命なのね。終わりますかね。終わりよ。ねえ、何色がいいと思う？目立つ赤、赤が、赤が可愛いかな、たまには良くない？赤、しょうちゃんはね、明日ダンスの発表会があるので、なんかマニキュア塗るそうです。自分で頑張るそうです。すごいね、自分で塗るのね。この前自分で塗って失敗したんですよ。リベンジで頑張ります。で、今日しーちゃんもう嫌だなと思って、だって何回も塗っても乾かないし、失敗するしさ。ねえ、ドライヤーでやったら、ドライヤーでやるか、あの挟むやつ買ったでしょ、あ、でも5本しかないんだよね、それ。そう、これなんか100均で今便利グッズとして売られてる、なんかこうね、つかない、そうそうそう、こうやってやるやつ。めっちゃ汚いんだけど、見てほら、周りめっちゃ汚いやってあげようか。やだ、自分でリベンジ。これでキッ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 ってやった。ママがやった方がいいんじゃない、でもしーちゃん、ママがやった方が絶対綺麗だね。一人でやってみんな、やってみる。できなかったらもう本当に、明日、明日待ってついちゃった最悪、一回避けたの、すごいね、ラメとか。もう23行くよ、23ページ、もうじゃんじゃん行ってください。リミちゃんの方はもう本当崖っぷちなんで。そうですね、リミちゃん、よいしょ。はい、じゃあちょっとね、頑張りましょう。ちなみにこちらも100均、これめっちゃいいの。あ、それね、指突っ込んでやって、そう、こうするともうネイル取れる、そうそうそう、いいよね。これね、なくなってもまた買わるんだよ、買わないよ、化粧水、化粧水じゃなくて除光液をその中に染み込ませればいいんだよ。乾いちゃった、乾いちゃったね。リミ、化粧水じゃないよ化粧水とか。ピーちゃんできた？お指を見せてください。
まあね、5本しかね、5本、5個しかないから、そうだね、片っぽずつやってるから、こっちはまだ塗ってないんだけど。なんで10個買わなかったんだろうね。ね、なんで5個しか買わなかったんだろう。それが疑問。疑問だね。今度また買いに行こう。10個入ってると思ったんじゃない、うん、そうかな、思ったのかな、10個入ってるって。ね、でも5個あったの、1、2、3、4、5個入りだったんですよ、うん、あ、2個買わなきゃいけなかったんだね。そうだね、あの間違えちゃったみたい。リミ頑張って、宿題。ママが話しかけるとみんなに怒られるんだよね。ママが話しかけるとリミの宿題が進まないじゃんって絶対言われる。本も喋んないから、リミさん集中して、集中して。じゃあもう一旦切ります。はい、え、どうしよう、どうしよう、どうしよう、集中。はい、シュチュシュチュ。え、どうしよう、ごめん。ちょっと、しょうちゃん。順調ですか？はい、ちょっと難しい。次いくよ。どうしよう。おー、すごい。いいんじゃない？シンプルで。これ、あのさ、これやったやつだ。うまい。あ、やり取れちゃった。リミちゃんは25ページまで進めましてね。やっと。やっと。やっとですね。今日の動画つまんないね。ね。ひたすらリミが勉強してるだけの動画になりそう。ね。ルーティーンなのにね。ルーティーンにしようとしてるけどさ、もう多分リミ日焼けしたよ。どうでもいいそれ。ルーティーンにしようとしたけどさ、夏休みもあと今日8月31日、8月の最後の日なんだけど、うん、ルーティーンにしようとしたんだけど、どうしよう、ボツかなこれ。だってリミちゃんひたすら多分この先もずっと宿題をやる絵面だよね、きっとね。多分そうだよ。いや、出かけたい。え、出かけたい。だからほら、お友達の発表会に行くのに3時ぐらいには出ないといけないから。まあでも12時。あ、ご飯、お昼ご飯も、お昼ご飯もあるし。やばい、ほんとリミちゃんやばい。大丈夫かな。明日はしょうちゃんの発表会だしね、うん、と徹夜してやるしかないね。見てください、見てください、できました。ピントが合わないんだけど。ピントが合わないんだな。どうですこれ、めっちゃ汚いでしょ。ママの方は綺麗。うち、私の方汚い。ほらほら、私が塗った方めっちゃ汚いけど、ママの方はめっちゃ綺麗ね。すごいね。じゃあご飯食べます。やばい、日差しがね照ってきたね。お昼ご飯、はい、お昼ご飯です。と言ってもなんか朝ご飯みたいなメニューだけどね。ヒロがちょっとリミを見つめてくる、ね、本当だ。納豆で食べましょう。しほちゃんはこれおすすめ、うん、なんで？そう、え、なんでこれがおすすめの？美味しいの？美味しいし、万円のバンビ君がおすすめってた。単純。レイちゃんこっちが好きなんだよね、この透明の豆。シャー、ね、はい、じゃあ今日は納豆。でもしほね、個人的にしほ納豆っていう分類は好きだから。そうだね、納豆なら何でも好きだけどね。これは？これも好きだよ。でもね、それね、からしがないのが嫌だ。うん、わかる。からしないないから。箸忘れちゃった、箸持ってくる。はい、じゃあお昼といえども、まあこれもからしないんだけどね。今日はね、朝ごはんみたいなお昼で、はい、まあ家にいるときは簡単にね。そうそうそう、そんな感じ。じゃあちょっとケチャップとかドレッシングとか持ってきます。はじみちゃんね、やっと何デシリットル、42ページですね、今。あともうちょっと、やっと終わりが見えてきたかな、ちょっと。36だよね。うん、4ページ。あと4ページ、頑張れ。もうちょっと、もうちょっと。33いく。ん?33いく。お、33きた。頑張って。コロンが。シロンはどこ行っちゃった？シロン寝ちゃってる。寝てるよ。しほちゃんはお化粧ですか？化粧水で。今日の朝何の忘れちゃったから、もうお昼過ぎだけど今気づきました。でもマニキュアできたの？できました。ね、でかい。見て、ハトムギ、なんとかなんとかできた。そう、ドンキでね、買ったんだよね、でっかいやつ。そう、でっかいよ。どうして君たちは喧嘩してるのかな？なんかいっぱいなんか歯が強く
チランチランでーチチランチラン。ゼロな怒ってんな。違うよ。ブラシですか？キロン。キロンすぐ嫌がっちゃう。そうだね。キロンの髪は毛が絡まりやすいんだよね。耳超絡む。うん、見てて。さっきシロン可愛かった。なんで？あのね、こうやってリミが抱っこして、うん、こうやってね、投げてるときにね、くーく丸くしてやったの。うん、そしたらシロンが見てて、うん、シロン顔ね、チュン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 って真似したんだよ。そう。グミ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 ベア。三只鸭，乌鸦。